イージー問題です。イージー、ほうほうほう、もう一回よ。ちょっとわからん。わかるやろ。俺が飲み終わる表情を見たい人がいます。ね、まあ、僕もあの映画とか出てますんで、はいはい、さあさあ演技とはえらい棒読みのやつやったよね、山坂さん、ね、棒読みじゃない、ね、棒読みのね。まあ今回ねセリフもないですし、その演技力を見せていただきたいと思います、はい、では2問目参りますよ。第2問はこちらです。じゃん。 A 漫才後、 B やかんの麦茶を1ヶ月禁じられた後、C やかんの麦茶おかわり10杯目。難しい。難しいなあ。まあまあまあイージー問題です。イージー、本当ですか。イージー、なるほど。全然差がつけれますよ、今度。じゃあこれも全部って言ってもできそうな感じですよね。全部って言ってもできますよ。わかります。まああえてここはね一つ選んでいただいて、ええ、決まりましたか。あ、もう決まりました。はい、では回答者の2人はしっかり見てくださいね。頼むで、はい、OK、 行きましょう。それでは夜間の麦茶、こちらのどこかのシチュエーションでお飲みください。どうぞ。何や今。何やねん。はい、以上ですね。あ、以上です。はい、お二人いかがですか。ちょっと分かんないですね。え、分かんないです。やった、ちゃんと分からないということです。ちょっともう一回なんか見せていただいて。飲む前にそのつけていいんですか。そう、だいぶやってるけど。なんか今のに関してはその相手がいるから絶対漫才後って思ってんねんけど、まさかそんなイージーミスしないよね。確かにそうですよね。なるほど。じゃあちょっともう一度見せていただきまして。前振りなしで、はい、いいですか。前振りなし。でもさっきのと変えて。さっき漫才後やったやろ。そうだったんですか。そう。てた、変えて変えて違うやつにして、はい、いや二択ですね、二択です。はい、はい、行きましょう。それではこちらどちらかのシチュエーションでお飲みください。どうぞ。あ、分かりになります。分かんないですね。もう一回。そう、分かるやろ。分かるやろ。だいぶ分かるやろ。分かりました。ちょっと分かんないです。もう一回すみません。いやいやいや、ごくごく感もうちょっと欲しいですね。もう一度今のシチュエーションでお願いしてもいいですか。なんか1ヶ月禁止されてたんだろうなってちょっと思ったんです。じゃあ貼ってんねん。でもなんか、いやだから事前の演技がな、はいはい、ちょっとやりすぎてるんで、表情だけで見せて。事前の演技やりすぎてる。A でも B でも C でもいいから、まあ、もう一回変えてちゃんと。じゃあ変えます。はい、表情だけよ。はい、はい。はい。じゃあどちらかのシチュエーションでどうぞお飲みください。はい。どうですかお二人。難しい。多分10杯目かなと思うんですけど、分かんないな。分かんないな。分かんないな。難しい。もうちょっと長めに飲むとこ欲しいな、うん、はい、飲んでるところの芝居がもうちょっと見たい。そうですね、まだあの夜間の麦茶残ってますしね、はい、残ってはいるんですけど、はい、はい、ごくごく飲んでます。そうですね、あんまりこういう会見で飲む量じゃないぐらい飲んでます。では山内さんお願いします。山さんどうぞ。 B でね。 B でB でね。お飲みください。どうぞ。なるほど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 。おお、ちょっと分からん。分かるやろ。いやいや、分かるやろ。でしたよ。いや今結構難しかったですね。難しかった。難しくないやろ。最初は1ヶ月禁じられた後かなと思ったんですけど、うん、飲み終わりの表情が苦しそうすぎて、うん、C かな。10杯目ね。10杯目な感じもして、うん、難しい。あ、置いちゃった。はい、どうですか山内さん。まだあの飲み終わる表情を皆さん見たいって感じですかね。飲み終わる表情見たい。今の顔しちゃった。俺が飲み終わる表情を見たい人がいます。今日あのリリースで山内さんの飲み終わる表情出ますって言って集まってもらってるんで、そこはやっぱ見せて。ふうかちゃんなんか分かんないけど、俺が飲み終わる表情を見たい人います。はい、でも十分皆さんいい絵撮れましたかね。大丈夫ですか。は難しいな、はい、じゃあお二人に答え出してもらえますかね。はい、はいはい、じゃあそれではお二人の思う回答をお願いします。どうぞ。はい、小芝さんは B、 お二人 B です。濱家さんも B を出しました。さあ正解を B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  って言ってたやん。
あ、言ってた、言ってたよ。あ、そっか。B よ、あ、B か。B です。ありがとうございます。お二人とも大正解です。はい、B よ。めちゃめちゃ飲ましてもらって。じゃあちょっと実演ポイントなんかも教えていただけたら嬉しいんですけど、はい、今のどんな風に表現されたんでしょうか、山内さんは。いや、 B って言われたんで。でも B, B を、はい、ごくごく飲んでる感じ。B って一応指示は出したんですけど、なんか C の感じも出てたで。C の感じなんか出してない、うん、おかわり10杯目の感じ出てたで。おかわり10杯目の感じは出るよ。そんぐらい飲んだんやから。いい飲みっぷりを見せていただきました。ありがとうございます。